はい、どうも皆さんこんにちは、ミザです。いやー、今回の古戦場は手動がつらい。いや本当にへらってます、今マジでね手動がきつい。でもそんな手動がきつい俺にもフルオートの神はニコニコと微笑みかけてくれるんだよね。ということで、200ヘルフルオートチャレンジ。はい、まあなんか150ヘルでもちょっと片鱗を、まあでもむずくはなかったよね、賞味難しくはないなっていう感じはしたんだけど、なんか強そう、まあ、200ヘルに少し不安を持っている。まあ裂傷だったり麻痺だったりいろいろブレ要素が多いんだよね。単体対象の大ダメージみたいなのが多いから、まあ、ちょっと不安に思ってるんだけど、ちょっと試してみたいなと思います。はい、まああの150ヘルでいけてた編成ですね、カシウス&ランスロット。まあ結構ディスペルが偉いので、まあディスペルが欲しいかな。もうちょっと今後あの強化効果の数が増えているのであればディスペル増やしたいかなと思うんですが、まあ、ランスロットが割と自由枠になってるので200ヘルに関してはあれだね、そのランスロットを変えて対応していくことになるかなと思います。はい、それじゃあ早速200ヘルやっていきましょう。いきます、対戦よろしくお願いします。まあ、メガリフォーティアの方も変える要素ではあるよな。あの10ターン目以降に発動するっていう効果になってるんだけど、結局のところ10ターン目以降になるかっていう話ではあって、まあ、10ターン目以降に HP50% とか言って厳しい状態に持っていけるならいいんだけど、あんまり厳しい状態にならない気がするんだよね。まあ、なのでそこら辺を考えると、あれだな、あ、ミスト外れてる。なんかそうだ、200ヘルって弱体耐性高いみたいなこと第二の人言ってたわ。あ、なるほどね、ミゼラブルミストが最初から外れる可能性があると。8回 1.5 倍ダメージ、自身に火ダメ固定あれ多くね、待って、自身に火ダメ固定、4ダメ上昇、ダブルアタック確率アップ、トリプルアタック確率アップ、防御力アップ、弱体効果は火ダメ。なんかすごいのがまずやってきたけど、いやここまず一つ目グラビティあると楽だよね。あ、グラビティもしくはスロー、まあ、ここどうだろう、バジラかあのサピロス入れると楽そうだね。ここのオーバードライブというか 85% の特殊技まで持っていきたいんだけど、まあ、ここで CT マックス特殊を食らうっていう状況自体があんまり、うわなんかバフ多くね。てかさ、待って、火ダメ固定が後ろすぎねえ、火ダメ固定もうちょっとさ、もうちょっと手前に行ってくれてもいいんだけど、これがいっちゃんきつくない？俺これが一番きついんだけど。あ、1個目や、はい、ダックエッジ、あーで、まあバフが更新されると、なんか強化効果、もうこれ強化効果消去とかいうレベルじゃなくない？なんかワムデュス一浴びでさ、敵のデバフ全部吸い込むみたいなあったよね。もうなんかそこら辺レベルじゃない？すごいデバフだな。なんかだからディスペルだ、バキラじゃない？こうなってくるとやっぱ、なんかカシウスいて助かるわこれ。カシウスいなかったら絶対バジラ入れてたな。まあでも、あ、これアン優秀だね、これやっぱアン優秀だわ。これアン抜く人あんまりいないんじゃないの？これアン抜いたら無理じゃない？運ゲーが加速しすぎじゃない？まあ多段系統のダメージがやっぱバチバチに飛んでくるから、まあ、そこら辺の対応手がすごい大事と。ランダム2回ヒこれ怖え、タシリアムランダムに2回火ダメ、全体に麻痺、火ダメ上昇、呪い裂傷、これだよな、麻痺、火ダメ上昇、呪い裂傷ね、うん、これがいっちゃん危ないかもしれないな。ちょっと危険の匂いを感じております。これグラビティ欲しいかもな。やっぱメガリフォーティア間に合わないですね。10ターン目でここら辺、10ターン目でまあこのぐらいか、まあ、ここの特殊受けるぐらいでなんかメガリフォーティアが発動可能になるから、そんなにこうメリットを感じないね。となるとこれさ、デバフどうだろうな。強化効果消去、主人公を強化効果消去ジョブにするんだったらパラディンじゃない？これパラディン優秀そうな匂いがするんだけど、どう思う？これパラディンじゃないかな。あのパラディンで主人公の奥義効果をアストラルウェポン持つんですよ。アスポン持って主人公の強化効果消去ディスペルを追加する。なんかこれさ、バレンタインカシウスに加えてプラスアルファのディスペルがないと無理じゃね？アンのディスペルでもさ足りなくない？アンのディスペルプラスカシウスディスペルでもちょっと足りないかなって感じが個人的にはするんだけど、いかがでしょうかね。まあ、今これで強化効果全部外れたね、うん、
ディスペルガードはやっぱ欲しいから、まあ、案は確定するわ。バレカシはどうだろう。バレカシオはバジラはちょっと欲しい。え、バジラ採用。お、攻撃を避けていくんじゃぞ。うん、で、ソシエとかどうなんだろう。スロー系統欲しいよね。スロー系統通常攻撃、後期だ。まあまあまあ、でも今んとこ HP 的に見るといい感じになってる。まあ、強化効果消去が多いってことはスタックエッジがたくさん発動するから、そんなに回復いらない気がするな。主人公アメティコフォス、アメティコフォスだっけ、これが欲しいって感じじゃないな。やっぱなんかフルレジストの方が、パラディンの方が優秀なような気がしている今んとこ。どうだろう、 HP の回復手段はスタックエッジ、カシウスニアビに任して、なんかそれ以外の防御性能を上げるとか、デバフ性能を上げるとか、なんか防御性能を上げる系、なこれでよくね？どうなんだろう、主人公のジョブちょっと変えるぐらいで、なんかそれ以外はそんなに。ちょっと試しにさ、次主人公変えてみよっか。え、でもグラビティあると楽そう、安定しそうに見えてるんだけど、どう思います？グラビティがあった場合は、主人公が、最初の特殊技とかも少し耐えられるし、なんか安定しそうだよね。で 50% 切った時にディスペル打ちたいよな。ここで弱体耐性つくよな。だからこれをどうにかしたいんだけど、まあ、やっぱミラージュサインなんだよね。ここが確実にディスペルできるっていうのはやっぱ魅力的だよな。でディスペルした後さ、後ろからマリアテレサ入れてると、マリアテレサが攻防ダウン入れてくれるから、やっぱ 50% 以降の安定感とか考えても、この辺りはやっぱあれだね、バレカシウスプラス、マリアテレサの軸はすげえ優秀な気する。ここでなんかグラビティとか入れられるとラッキーな。グラビティとかスローとか入れられるとラッキーなんだけど、シャレムどうなんだろう。これシャレムで奥義かますってのもある。どうなんですかね、シャレムで、ディスペル要因のシャレムはあるかもな。ディスペル要因で、あ、これシャレムあるかも。なんかバジラとか、なんかグラビティとか言ってたけど、1ターン目の動きシャレムで対応できるくない？1ターン目にシャレムがサービス使って、封印するじゃん。封印で1ターン対応して、まあ、あとは気合で、シャレムが奥義効果で耐えていくみたいな。いや、待って、アン死にかけるけど、怖っ。これどうなる？大丈夫か？呪い効果、えぐいけど、デバフか、HP 回復しなくなる。これさ、無理じゃない？ HP 回復しなくなる、受けるダメ上昇、戦闘行動封じる。これさ、どうやって対応すんの？無理じゃね？これ食らったやつもうおだぶつ確定。君おだぶつ確定では、大丈夫？もうだって無理やん。呪い食らったやつから死んでいくゲームになっちゃうんじゃないの？呪い、え、じゃあさ、ここの最初の方で呪い食らわなかったのって、ただ運が良かっただけの人間じゃない？なあ、そういうことになるくないですか？なんかこれを食らったやつから死んでいくゲームになっちゃうから、ちょっとなんかある程度覚悟を持って生きていかなきゃいけなさそうだね。後ろのメンツはちょっと気にしなきゃいけなさそうだな。こうやって見てみると、もうだってしゃあないやん、あの呪いを食らったら落ちるっていう状況。じゃあまず呪いを食らわないためにするには、例えばポセイドンの3アビ、ポセイドンの3アビの弱体耐性アップとか、フルレジスト、パラディンの弱体耐性アップとかを込みにして、なんか耐久していくしかないよね。そこら辺考えたら、まあ、やっぱり、まあ、裏メンツは、まあ、俺今今回カトル入れてるんだけど、まあ、ここの裏メンツは少し考えた方が良さそうな感じがするね。裏メンツ誰にしよっかな。まあ、誰かしら落ちてもどうにかなるようなキャラクターをチョイスしておかなきゃいけないから、まあ、バジラちょっとじゃあランスロット変えて、ランスロットシャレムにして、で後ろにバジラ入れてみようかな。いって嘘だろ。俺これをどうにかするの無理な気がするんだけど、いやこれ、いやここやっぱあんだよな。ここで案、この状況になった時に耐久するためには案が必要なんだよ。これどうすれば耐えれるかって案が必要なんだよな。だから案をこの状況で生きていけるように全力を持ってお守りする。案王女を、ちょっと案王女の英霊を
お出しできるように俺たちが準備をしなきゃいけない、お膳立てをしなきゃいけないんじゃないか。ちょっとここでじゃあ案の奥義で一夜で発動するから、ちょっと通常攻撃のダメ見てみよっか。これマジ大事だね。どうしよう、ちょっと強すぎるかも。 B ダッシュってやつなんだけど、ういまあ、これで特殊食らうじゃん。通常攻撃食らってみたいね、これ。ただなんか通常攻撃食らえるかちょっと怪しいな。あ、ここで 5% まで飛んでったら、見えるんじゃないか動きが。あ、これで 5% 飛ぶから、次の通常攻撃がもし来るんだったら、見えるかな。酔い闇のいざない。まあ、これは酔い闇のいざないは、バフが結構えぐいだけで。うん、あ、バフ数少な。まあでもこの攻撃力が追撃って普通にえぐいけど、これ終わったべ。あ、魅了結構えぐいな。あー、まあこれ蘇生薬1個使ったから、まあ、まずランスロット1つ分かった事実がある。1つ分かった事実、あ、ちなみに200ヘルは朝活でちょっと手動で触ったんで、初クリアではないです。面白くなってきました。で、まあ1つ言えるのがランスロットは違うね。ランスロットはまだ早い。シャレムにしてみようかな。シャレムにしてグラビティを抜いても大丈夫。これでパラディン入れるじゃん。とりあえずここまで行こうかな。ガリレオサイト引っこ抜いて、ここでフェイトレス、多分メインフェイトレスの方がいいと思う。奥義でディスペルあるから、まあそれでちょっと安定感が増してくるんじゃねえかなって思ってるけど、まあヘレルベンシャレムもディスペルあるって考えると別にフェイトレスじゃなくてもいいかな。まあ追撃考えたらフェイトレスの方がパワーは高いんだけど、ガリレオサイトだと全体バリア効果か。まあバリアがそんなに影響力を得てるなんて感じしないよ。カシウスのニアビでどうせ回復してるから。でさ、弱体効果1つ回復ってのも1つ回復しても間に合わねえんだよな。麻痺でしょ、よだめ上昇でしょ、呪いでしょ、裂傷でしょみたいな、なんかデバフついてるから、なんかクリア1個ついててもしゃあねえんだよな。もうなんかクリア、なんか攻撃を食らわない方向性で動いていくしかないような気がしている。ミストグラビでいく、ミストグラビでいくか、それ以外に行くたくはねえか。でカトルはちょっと 裏メンツがうっかりその麻痺裂傷火ダメ上昇即死コンボを食らってしまったらもう死んでしまうんで、まあ、その後に出せるキャラクターを少し考えた方が良さそうな感じはしたね。うん、で玄武貢献抜いて、まあ、少し奥義火力に沿った感じにしておこうか。はい、じゃちょっとこれで行ってみようかな。はい、それじゃあ行ってみたいと思います。よろしくお願いします。いや、まあこれ安定して借りたいね。目標タイムはとりあえず10分、とりあえず10分行きたいけどなこれな。まあとりあえずじゃあ このフルオートは死なない俺の狙い、死なないことを大事にしたい。お願いします、死なないでくださいと。まあそうやって生きていきましょう。スタックエッジどうしようかな。シャレム4番手である必要はあんまないんだよな。アンがここに、アンがなんか、アンのプリンセスリード、ニアビがなんか高速で発動しても特に意味ねえから。だからそう、これで、1ターン稼げるなって思ったの。これで1ターン稼いだら、なんかここの最初の特殊までに CT マックスの特殊技は食らわねえんじゃねえかっていう思いを込めて動いたんだけど、さてさて、ミラージュ、サイン、コサイン、タンジェント、ニアビ打って、まあ、HP 回復面はここで耐えられるかどうかってのもちょっと見ていきたいね。スタックエッジだけで耐えれるか。これで防御アップ効果。あ、ランスロット抜いてると火力が落ちてるから、その分の火力確保するために少しなんかグラビティあっても良さそうだな。まあ、グラビティはちょっと様子見だな今んとこ。今んとこグラビティがあっていいなとは思ってない。まあ最初すぎるけどね、感想としては。これで、いやまあただここで次に 85% に行きたいわけよ。これで CT マックスに行って、いいんじゃない？まあ割といい動き。まあグラビティである必要はないね。ここの CT が2であるって状況を考えると。85% いけ！ OK OK OK。この動き。これができるといいよね。オーバードライブ突入して、で、CT マックスになった時に 85% 特殊を受けるっていうこの構成。で、ここからディスペル増やした意味がある。まあ、主人公がディスペルそうだし、シャレムもディスペルそうだし、まあ、かなりディスペルの枚数を持ってるから、
敵の特殊技を簡単に処理することができるっていうのが今んとこの魅力。ケイオスインパクトを与えることで、うい、スタックエッジ、HP 回復。デバフの個数足りなくてあれだね、シャレムが奥義2回打たないね。これはもうしゃあないね。さあルナシンボル、ミラージュサイン、ピンピン、いいねいいね。グラビティ、オッケーオッケーオッケー。まあこれで奥義打ったら強化効果が消えると。いやでもさすがにここのなんかバフを剥がすまで頑張る必要はないような気がしてるな。ここのバフ剥がすほどの努力はなんか努力をするよりももっと別にやることがあるような感じはするね。まああれどうせ2ターンだし、なんか気合で耐えちゃいましょうって感じかな。俺の中で 85% 特殊は。さあここだよね、ここの CT マックス、ここが CT マックスなんだけど、シャレムがスローあると、スローあるからそれで1ターン遅延できる。でブレイクもしくはここの特殊技まで持っていけると優秀なんだけど、ハーレクイン、お、ハーレクイン上がるんだ、めちゃくちゃ優秀よ。これで1ターン封印できる。え、グラビティプラスシャレムかなり刺さってない。ここで CT マックスになったことによって特殊技受けないし、で封印効果によって1ターン耐えられるし、でそれでスローも入ったから2ターン耐えました。え、ここで動くやん、はい。でこれで CT マックスで、ここでアビリティ打つから 65% の特殊。これめちゃくちゃ良くない？あ、ま、待て、ディスコ入ってたわ。めちゃくちゃ良さそうな感じしたね。これで攻撃打ってんの、はい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 、タシリアム、うい、これで耐えていく。やっぱ HP はいらないね。なんか多分パナケイアじゃないな、パラディンだな。これとりあえずはパラディン、なんかもうちょっと攻撃寄せするならパラディン以外のタクもあるかもしれないけど、とりあえずはパラディンがなんか良さそうな雰囲気はした。どうだろう、あとなんか改善点あるかな。割とこの構成は綺麗に決まってる気がするね。いや結局アンが生きるかどうかだよな、結局なんかアンがうまい具合に生きてくれるかどうかっていうのがその後半のすごい影響力になるから、まあその後半アンがどうやって生きるのか、まあデバフをどうや、デバフが誰かしら食らうのか、デバフが誰か食らった場合においてそれはアンに食らう可能性があるっていう可能性になってるかな。まあデバフがどういう状況になってるのかっていうのは思う、考えながら生きていきましょう。ただ盤石だね、バリ盤石。これで 50% いっちゃうかな、いかないね、ゴムだから。さあこれで 50% いって、まあ 50% いってもやっぱカシウスここ強いところだよね。カシウスがあの弱体、ここ絶対弱体耐性アップつくやん、その弱体耐性アップを剥がしてくれる安心感。フルレジスト偉い。ここで CT グラビティ、ここ優秀だな、ここグラビティ優秀。なんでかっていうと、これが CT2 たまるじゃん。グラビティが最初から入っていた場合、最初の1回だよね、今グラビティは入ってないけど最初の1回だけおまけで、CT が3になってんだよね。特殊技食らったら CT2 に戻るけど、それまでは CT3 の状態でいけるから、まあ、かなり安定しそう。まあ、その間にシャレムとかが頑張って気合でこの状況に持ってく。なんかこの配線良くない？あ、ハーレクイーンが上がった。の出番だな。ういー、ミストが両方入っていく。ハーレクイーンで封印入る、排除する、排除する、ピロ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 、ゴーウィゴーウィ光へ、ゴーウィゴーウィ信じて秘めた思い今ゴーウィゴーウィ、36%、 これ35いっちゃうな。これでまあ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 いい感じに動いているのでは。盤石体制だよ。フルレジストが発動してんのが熱いね。主人公のフルレジスト発動してるからデバフ系統食らってない。やっぱフルレジストが優秀だな。弱体耐性アップ、5ターン CT10 で5ターンの間弱体耐性アップがついてるんで、まあその10ターン中半分のターンがデバフ無効っていう圧倒的な安心感に酔いしれなって感じ。これで酔い闇のイザナイ、ここら辺魅了つくんだっけ、さっき魅了ついてたよね。
ウェーイ。やっぱデバフが結構即死級のデバフというか、うっかりしたら死ぬみたいな、なんかデバフが結構多いからそこら辺対応できるのでかい。でスタック H で HP 回復、治癒系統のスキルとかもでも速度的にちょっと微妙か。25%。 さあグラビティがないから、まあ、CT が2になっちゃったけど、まあ、その 35% の特殊技あたりだっけを食らうまで、まあ、あのこの状況にはならなかったから。でスロー、いやこの編成いいな、この編成いいんじゃないの。後期だ。 20% の特殊はエレメンタルファランクスでしっかりとダメージを落としていくんじゃぞ。あとはタイムだな、この編成のタイムがどんなもんになるのか。今残り時間が1時間22分だから、つまりは8分ですね。はい、これ 18% 削り飛ばすことができるのか。いやでもマジで HP が減らんから、いや待って、エレメンタルファランクス使った状態でこのダメ食らうのすごくない？エレメンタルファランクスって 80% カットだよ。 80% ダメかをもらった状態でさ、シャレムあんな削れる？しかもシャレム防御タイプだからね。防御タイプシャレムがこんな削れたらちょっと大変なことなんですけど。スタックエッジ、スタックエッジ、プリンセスビー、これでうい、うい、いてててて、やっぱ痛えわ、やっぱ痛えわ。エレメンタルファランクスマジでやっぱ痛え、大変なことになっとる。さあこれで奥義効果でデバフを剥がし申して 10% の特殊を食らっていく。スタックエッジ、やっぱ強化効果の数が多すぎるからカシウスが回復薬できてしまうカシウスが回復薬もできてしまうという恐ろしい状況になってますね、これ。でこれ今弾幕ついてんだけどさ、弾幕なくなったらどうなんのこれ。弾幕なくなったら普通に死ぬんじゃねえかこれ。大丈夫か。残り 8%。 はい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 、攻撃を封じられている。 5% の特殊突っ込んでいく。痛い、まあ、魅了ですね。ここターン26年、今現在魅了はレジスト。いやフルレジストが偉すぎるわ、フルレジストが偉すぎる剣。動画タイトルこれでいこう。さあで一やびかましいのターンエンド。ああ、でもなんか150ヘルより振るおうとしたら早そう、200ヘル。はい、タイム的に見ていくと10分1秒、約10分ですね。となると貢献度が 2.5 倍なんだっけ、確か貢献度が 2.5 倍だから10分で仕分けるとなったら、まあ、4分ぐらいですか、まあ、4分ぐらいで仕分いてるのと同じぐらい、まあ、4分で芝居てんのと同じだったら割とこっちの方がやり得ではあるよね。安定するかどうかは置いといて。はい、まあそんな感じだったんですけど、いかがでしたでしょうか。まあ今回ね200L かなり強くなってるね。はい、まあただディスペルの枚数がかなり大事そうな感じはしたので、まあ、バジラだったりシャレムだったりアンだったり、まあ、ディスペル系統は用意しておいて損はなさそうな感じはする。あとデバフ系統がめちゃくちゃ辛いので、もうデバフをうっかり食らうとアンデスら落ちてしまうっていうのが分かったので、まあちょっとあのパラディン強い気はしたけど、まあマウントだったりとか、まあまず攻撃食らわない、例えばだけどあれとかハロロゼとか、まあ割と強そうな感じはしたかな。うん、他にもなんか優秀そうなキャラがいたら教えてください。そんな感じです。それじゃまたお会いしましょう。じゃあねん、バイバイ。